将棋の棋士の町、加古川。加古川市には5人のプロ棋士がおられます。5人は加古川市の観光大使に任命されています。そのお一人、船江康平六段との対談をお届けします。彼は33歳、私の高校の後輩でもあります。彼は先日会計士の資格の試験にパスし、話題になっています。プロ棋士がなぜ会計士の資格を取ろうとしているのか、それは次のその2でお伝えします。今日の対談の内容は、先日亡くなられた伊沢先生、恩師、高校の恩師、伊沢先生の話が中心になりました。ちょっと岡田本家、あ、はい、新書が、今年、まあまあ毎年できんねんけど、なんかええ酒ができたらしい。夏が暑かって、米がどないかな。いや、昨日ちょうど YouTube 取材したんや。ああ、なるほど。で、そんなこと言って、これがその酒らしい。また味を。あ、すいません、ありがとうございます。日本酒は好きなの？日本酒は好きです。はい。さっきの時大体日本酒なことが。俺はワインばっかり。ワインばかりで、僕どっちかでワインそこに。あ、そうじゃない。よかった。いや、まあ、ワインもやっぱ日本酒なんで白は飲めるんですけど、赤はやっぱ飲めない。日本酒に近いかな。なんとなく飲み口というか、あの、なんか渋い感じがまたちょっと子供なのか美味しさがなんか。え、31だった？いや、もう33です。33なんで。まあそう。私が高校14回生なので、彼とは44歳の年の差があります。編集は俺が全部やるんで、勝手にカットしたり、ナレーションを入れたりできます。先日亡くなられた数学の恩師、伊沢先生は、船江君の大ファンでした。伊沢先生は将棋が大好きでした。息子さん、一郎さん、俺に連絡くださって、一郎さんが言うたったのは、あの東子と非常に関わりが深いから、こちらの先生卒業生であり、教師を20年近くやるのかな、長いこと教師だった。昔あんなことできよったよな。今は10年もいたら長いですね。できるんだけど、その後も聖書会で小学期の、はい、あの奨学金制度のそれを管理する組織があって、そこの理事かな、理事か幹事、どっちだった幹事、俺が幹事長いことやらさせてもらって、そんなこともあって、で、一郎さんも東子やんか、同窓会長だって大倉さんに連絡取ってほしいっておっしゃって、大倉さんに連絡したら、告別式の時に大倉さんご本人と、それから副会長の、北野先生いて、なんとなく頑丈に、あ、はい、先生も北野先生もあの同窓会の会長をやられて、で同級生なの、伊沢先生と。でゴルフなんか一緒にいようよ。山本隆先生いいのがおられる。先日亡くなられた高校の恩師、伊沢先生の忍ぶ会のような雰囲気になっ
てしまいました。まあ、あなたも参加してくれたっけ。あなたですね、言うてないな、あの勲章を持った時の。あ、言うてないな。あの、いや、井上先生とここで宮田さんとお食事させてもらって。そう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 。何の時でしたかね。あなたがなんか商談。あ、僕の商談でしたかね。お祝い商談って、はい、あれ結構前でしたね。もう5年近く前。22本で集まって、はい、あの時先生が言い出したんちゃうかな。先生めっちゃ将棋が好きで、あなたのことをやっぱりすごく気になさってる。だから、その、おかんの中に、ほら、息子さんの一郎さんが入れたんやろ、もう、あなたの六段の、お祝いの、扇子の、何が入れてあるの。それだけやで、入れてあるの。すごい。それちょっとなんか。それと、先生が、あの、なんか、五田僧侶が好きやったみたいな。おー、なるほど。五田僧侶が、なんか参考か。入れてあったの。だから、それ入れたのは一郎さんが入れたのね。先生が入れてくれという、そこまでは言う暇なかったと。朝4時半ごろに、巡回で回られた、看護師さんか、職員の方が気がつかれて、その時にはもう亡くなられて、足。だから、だから、ええ死に方ちゃう、まあ、寝てるうちに。もう何歳ぐらい、97ですか。今日の99。大丈夫です。そうや。俺もそういう死に方をしたい。もうちょっと生きてる。どう考えても、これは伊沢先生を偲ぶ会になっています。失礼しました。全然ボケてないしな。ああ、そうだ、これがでも一番ですね。なんか物忘れはちょっと配信なってないんで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。次回その2はしっかりと船江六段のことを聞きます。